ヒッタイトは、インドヨーロッパ語族に属する言語を話し、紀元前18世紀から、アナトリア北部のハットシャを中心とする王国を作った古代の人々である。紀元前14世紀に、ヒッタイト王国はその最盛期を迎え、アナトリア中央部、シリア南西部、そして遠くは、ウガリット、メソポタミア北部までを包含した。紀元前1180年以降、 海の民が突如として侵入したことに関係したレバントにおける全般的な動乱の中で、筆体と王国は崩壊していくつかの独立した白筆体と国家軍と呼ばれる都市国家軍となり、それらのうちのいくつかは紀元前8世紀頃まで存続した。筆体と文明の歴史は、その多くが筆体と王国の領域から見つかった設計文字の古文書及び エジプトや中東に残る数多くの古文書の中から見つかった外交、商業関係の文書により分かったものである。ヒッタイトの戦車。エジプトのレリーフより、紀元前1900年頃のヒッタイト人大移動の結果紀元前5000年頃から紀元前2000年以前の中央アナトリアにおいて、ハッティ人が最も有力な居住者で、他にアッシリア人の入植地もあった。ハッティ人は、 インドヨーロッパ語族には属さない、ハッティ語を話し、筆体都人とは別の文化を持っていた。紀元前2000年より少し前に、筆体都人と、その他のアナトリアの諸民族がアナトリアへ来たと考えられているが、それ以前に、筆体都人がどこにいたのかということははっきりとしない。クルガン仮説を支持する学者は、紀元前4000年期から、紀元前3000年期におけるインドヨーロッパ語族の、 根拠地は、ポンティックステップ、すなわち現在のウクライナのアゾフ海周辺であり、北からおそらくカスピ海に沿って中央アナトリアに来たと考えている。一方、アナトリア仮説を支持する学者は、同じアナトリアの別の地域から中央アナトリアに来たと考えている。筆体都人が中央アナトリアに定住するまでには、いくらかの時間がかかった。数世紀にわたって、 ヒッタイト人はいくつかのグループに分かれており、普通は様々な都市を中心として生活していた。しかし、ボアズキョイを中心とするグループの強力な支配者たちが、これらの都市をまとめ上げて、中央アナトリアの大部分を征服するに至り、ここにヒッタイト王国が建国された。初期のヒッタイト人は、その羊は不明確だが、すでに存在したハッティ人やアッシリアの商人から、 多くの文化を取り入れており、中でも特筆すべきものは、設計文字や円筒印象の仕様である。ヒッタイト人は、ハッティジニア・シリア人から、設計文字を取り入れた。紀元前2000年期の初頭からこの地域に、インドヨーロッパ語族のヒッタイト語が現れ、その後6から7世紀にわたって、ヒッタイト王国の公用語となった。ヒッタイト語とは、現代の関与名であり、 ヒッタイト語では、ナジリーと呼んだ。ヒッタイト王国においても、ハッティ語は、宗教目的で使われ続けており、ハッティ人とヒッタイト人の文化には、かなりの連続性があるので、ハッティ人は、ヒッタイト人にとって変わられたのか、ヒッタイト人に吸収されたのか、あるいは単に、ハッティ語が外来語として用いられただけなのかは定かでない。ヒッタイト人が、アナトリア地域へ移動してきたことが、 紀元前1900年頃の中東における民族内移動を引き起こすきっかけとなった。筆体と王国の初期の歴史は紀元前17世紀頃に初めて書かれたと見られるが紀元前14世紀及び紀元前13世紀に作られた複製としてしか残っていない年度版を通じて知ることができる。これらの年度版はアニッタ文書という総称で知られるもので クッシャらの王ピトハナがいかにして、隣の都市、カニシを征服したかを説くところから始まる。しかしながら、これらの年度版の本当の主題は、ピトハナの息子、アニッタについてである。アニッタは、父の異業を継いで、隣接するハットシャ、ザルプワなどいくつかの都市を征服した。しかしながら、アニッタの帝国は建国してほとんど、間もなく崩壊し、その地域では、その後数十年にわたって、 歴史の記録も行われなくなったが、いくつかの主要内積は明らかに破壊されており、長きにわたって続いてきたアシリア商人の交易システムも機能しなくなっていた。再び文献記録が現れた頃には、クッシャラを根拠地とする小さな王国が再び中心的地位を占めていたが、その支配者がアニッタに連なるものであるかどうかは不確かである。筆体と王国を建国したのは、 ハットシリ一世のいいずれれかとされているハットシリ一世はシリアのヤムハドまで遠征して攻撃したが、その首都であるアレッポを攻め落とすことはできなかった。彼の後継者であるムルシリ一世は、紀元前1595年の戦役でアレッポを征服した。また、紀元前1595年にムルシリ一世は、 ユーフラテス川を下って大襲撃を行い、マリとバビロンを陥落させた。しかしながら、ヒッタイとの外政は国内の紛争により中止され、軍はヒッタイと本国へ引き上げた。それ以降の紀元前16世紀の間を通じて、ヒッタイとの王たちは王家の争い、そして東に隣接するフルリ人との戦争により本国に止まらざるを得なかった。また、 シリアとメソポタミアへの遠征により、アナトリアに設計文字による筆記が再び取り入れられたものと見られる。なぜなら、筆体と文字は先行するアッシリア人の入植地時代の文字とは明らかに異なっているからである。ムルシリはハットシリ姿勢の外政を継続した。ムルシリの外政はメソポタミアに達し、紀元前1531年にはバビロンを略奪しさえもした。 しかし、ムルシリは、バビロニアを、ヒッタイトの支配下に組み込むというよりは、むしろ、バビロニアを同盟国のカッシートに引き渡したようで、その後カッシートが4世紀にわたって、バビロンを支配することになる。しかしながら、この長きにわたる戦役は、ハッティの主源を浪費し、首都は無政府状態のまま放置された。ムルシリは帰国後すぐに暗殺され、ヒッタイト王国は、混乱状態に陥った。 チグリス川というフラテス川の上流部の山地に住むフルリ人は、この状況を理して、アレッポとその周辺地域を掌握し、さらにアダニアの沿岸地域を獲得して、キズワトナと解消した。この後、ヒッタイとは弱小期に入り文献記録もとだえ、結出した君子もなく、その支配領域も縮小した。強い王の下での拡張と、弱い王 このため衰弱期の事象の歴史を正確に組み立てることは難しい。この頃の筆体と公王国の正常不安定の一因はその頃の筆体との王権のあり方により説明できる。紀元前1400年以前の筆体と公王国では、筆体ト王は筆体と市民からエジプトのファラオのような生き神様とみなされていたのではなく、 むしろ平等市民の中の第一位のものとみなされていた。ムルシリ一世から数代を経た君主がテリピヌである。彼は南西方面で古利人の国の一つであるキズワトナと同盟して別の古利人の国に対して何度か勝利したようである。テレピヌの知性が五王国の最後となり中王国として知られる長きにわたる弱小期が始まる。紀元前15世紀の期間は 現存する記録がまばらであるためほとんどわかっていない。中央国は、筆体との歴史における一つの時代というよりは、むしろ公王国から新王国への過渡期に当たる。この期間の筆体との歴史についてはほとんどわかっていないが、公王国の最後の君主テレピヌの知性は、紀元前1500年まで続いた。それに引き続き詳細不明の中央国が70年続き、 その後で新王国が誕生する。ヒッタイト王国の最盛期の領土、エジプト帝国と国境を接している。トゥドハリア4世新王国の時代は、ヒッタイト帝国時代とも呼ばれ、歴史の霧の中に覆われていたヒッタイト王国が、再び姿を現してくる。ヒッタイト文明は、ヒッタイト帝国時代と呼ばれる時代に入った。この時代には、多くの変化が起こった。 紀元前1430年頃からのトゥドハリア一世の行った革新的な実績は、隣国との条約や、同盟の実施である。これによってヒッタイとは、国際政治、外交の分野における先駆者とされている。トゥドハリア一世王の知性の時代、再び、キズワトナと同盟を結び、古利人の都市であるアレッポとミタンニを征服し、アルザワを犠牲にしてさらに西へ拡張した。 王権が強化され、帝国時代には、筆体ト人の入植が進んだ。しかしながら、筆体トの人々は、英ゲ界の土地よりもむしろ、アナトリア南部の古来の土地に定住する傾向があった。この入植が進むにつれて、隣接地域の人々と条約を調印した。筆体と帝国時代の間、王権は世襲制となり、王は神がかり的な雰囲気をまとい、筆体ト市民からは、 我が太陽と呼ばれ始める。帝国時代の王は、高位の聖職者として行動するようになり、毎年筆体との聖なる都市を巡行したり、祭祀を取り行い、聖地の維持費を監督したりした。紀元前1400年から紀元前1200年までの筆体と帝国後期の間だけ、筆体との王権はより中央集権化した。トドハリア一世の引き続いて、再び弱小期となり、 ヒッタイトの敵がすべての方向から攻め込み、ハットシャマデモが陥落して破壊された。しかしながら、王国はシュッピルリウマ一世の下で、かつての栄光を取り戻し、彼は再びアレッポを征服し、ミタンニを服属させて、彼の養子のもとに納税させ、さらにシリアの都市国家カルケミ州を破った。彼自身の息子たちがこれらの新しい征服戦争に配置されている中、 バビロニアは依然としてカッシートの支中にあり、そしてミタンニ帝国の崩壊によりアッシリアだけが新たに完全に独立した。こうした中、シュッピルリウマはエジプト域外における最高権力の調停役としてあり続けたが、間もなく別の息子とツタンカーメンの未亡人の婚姻を通じてエジプトと同盟することを模索した。だが、 その息子は目的地へ到着する前に明らかに殺されており、この同盟が結ばれることはなかった。シュッピルリウマ一世とその最年長の息子によるごく短期間の知性の後、別の息子であるムルシリ二世が王となった。東における優勢な地位を継承して、ムルシリは西に注意を向けることができ、彼はアルザワよびアイアワの沿岸の土地にあるミラワンダとして知られる。 都市を攻撃した。最近の多くの研究では、アイアーのミラワンダとは、ギリシア史において知られる、アハヤとミレトスを指すものではないかと推測しているが、このつながりにことを唱える説も少数存在する。ヒッタイとの繁栄は、主に交易路と鉱山を掌握していることに依存していた。キリキアの門とメソポタミアをつなぐ生命線として、シリア北部は重要な地域であり、 したがってこの地域の防衛が、ヒッタイトの後輩を決する、言ってもよい。エジプトのファラオ、ラムセス2世の下で行われた、エジプトの外政に対して、この地域を無渡り率いるヒッタイト軍が防衛できるか、どうかが早速にも試されることとなった。この戦いの結果は、不確かであるが、エジプトの援軍が敵地に到着したことにより、ヒッタイトの完全勝利とはならなかったようである。 エジプト軍はヒッタイト軍をカデシ主要塞に追い詰めたが、エジプト軍の損害も大きく、それ以上の攻城戦を戦う余力は残っていなかった。この戦いはラムセス治世の5年目に起こった。この時からアッシリアの台頭により、ヒッタイトの力は再び凋落していった。ムワタリがエジプト軍に専念している間に、アッシリア人はミタンニを征服する機会をつかみ、 さらにユーフラテスへ拡大した。ヒッタイとの交易路に対して、アッシリアは、かつてのエジプトと同じくらい強大な脅威として、対等してきた。ムワタリの息子ウルヒテシュプが、ムルシリ三世として大位につき7年間にわたって、王として支配したが、短期間の内戦の末に、叔父のハットシリ三世が散脱した。アッシリアによる国境への侵入が増加していることに、 対応して、ハットシー三世は、ラムセス二世との和平、同盟を締結し、娘をファラオに嫁がせた。カデシュの和訳は、完全な形で現存する、歴史上最古の条約の一つであり、両者の国境線をカナンに定め、ラムセス知性の二十一年目に署名された。この条約の約定の中には、ヒッタイトの王女のうちの一人を、ファラオラムセスに嫁がせるという項目が含まれていた。 ハットシリの息子トゥドハリア4世は、アッシリアを知り合い着替にて食い止め、さらに一時は、キプロス諸島を編入しさえもしたが、ヒッタイトにとっては、彼が最後の強い王となった。最後の王、シュッピルリウマ2世も、キプロス沖合における海の民との海戦を含めて、いくつかの勝利を挙げた。しかし、その勝利は小さすぎ、また遅すぎた。海の民は、地中海の海岸沿いに、 すでに進攻を始めており、英外界をはじめとして、フィリスティアに向かって、進軍を続け、彼らの望む、攻撃路を切り開くべくキリキア及び、キプロスをヒッタイトから切り離した。これにより、ヒッタイト本国は、すべての方向からの攻撃に対して、脆弱となり、紀元前1180年頃に、ハットシャは全勝し、カスカ、フリギア、ブリゲスの連合した猛攻にさらされた。 これにより、ヒッタイト王国は歴史記録から姿を消した。紀元前1160年までに小アジアの政治状況は、そのわずか25年前と比べると大きく様変わりしていた。その年、アッシリアはムシキをアナトリア高地からメソポタミア最北部へと圧迫しており、そしてカス家族も間もなく、それに加わったと思われる。 ムシキは西からカッパドキアを越えて逃れた見られる。最近発見された秘文の証拠によれば彼らの出自はバルカン半島のブリゲス族であり、マケドニア人によって追い出されたと確認できる。この時点でヒッタイトはアナトリアから姿を消していたが、いわゆる新ヒッタイトと呼ばれる数多くのヒッタイト王国軍がアナトリアとシリア北部で勃興してきた。 シリアの新筆体王国軍の中で最も顕著なものはカルケミシュ及びメリットにあったものである。それらは筆体王国の継承者であった。これらの新筆体王国軍は紀元前8世紀にはアッシリアのサルゴン2世紀の地勢の間にカルケミシュが侵略され、さらに数十年後にはミリドも侵略されて次第にアッシリアの支配下に入っていった。 タバルとして知られる広大で強い国がアナトリア南部の大部分を占めていた。彼らの言語はルーイ語であったかもしれない。アナトリア象形文字を使って書かれたルーイ語の碑文でそう証言されている。最終的に設計文字ルーイ語とアナトリアヒエログリフは新たに登場した画期的なアルファベットによって廃れた。アルファベットは英ゲ界文明から、そして フェニキア人やシリアの隣の人々から、ほぼ同時的に入ってきたと見られる。 http://www.utexas.edu コロンススララッッシシュュスラッシュコーラースラッシュ c-e-n-t-e-r-s スラッシュ l-r-c スラッシュ e-i-e-o-l スラッシュ h-i-t-o-l ダッシュ -l-a-d-x.html h-i-t-t-i-t-e-o-n-l-i-n-e バイウィンフレットピーレーマンジョナサンスローカムハットエドシュテューディアンズデンゴ スコイテクストン18カールローバックザワールドオブエンシェントタイムズ P93 三 AB カールローバックザワールドオブエンシェントタイムズ P93 OR ガーニーザヒタイツ P23 三 a b CD カールローボックザワールドオブエンシェントタイムズ P94 四 a b OR ガーニーザヒタイツ P25 OR ガーニーザヒタイツ pp 25-26 or garnier the he ー ties ー p110 abc or garnier the he ties p36 or garnier the he ties p39 barnet rd plugia and the peoples of anatolia in the iron age the cambridge ancient history vol.2 part 2p 422 ザジョージアンヒストリアンイベントバキシュビリーコンシダードタバルトゥーブルジャブルアンドジュブルツーブありがとうございます